はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ファスティングにご興味があるあなたにファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、私はファスティング4日目を迎えました。はい、相変わらずですね、すごく、目覚めもよくですね、すっきりしています。はい、3日目から脂肪燃焼が始まって、ケトン体が分泌されることによって、脳のこう活性化というかエネルギーがこうもっと増していくんですね。なのですごく頭が働いて集中できてですね、3日目よりも4日目、4日目より明日の5日目の方がもっともっとですね、ケトン体の分泌がこう上がっていきますから、さらに楽になっていくのかなっていう感じですね。はい、で今日ですね、4日目迎えて、ファスティング中だからこそお話できることってないかなと思ってですね、はい、ファスティングは危険ですっていう話をさせていただきたいんですね。はい、ファスティングは危険です、これだけファスティングのこと喋ってるのに、危険ですっていう話なんですけど、そもそもじゃあファスティングって意味わかりますかね。ファストっていう意味わかりますかね。はい、ファストっていうのは、断食っていう意味なんですよ。はい、断食、食を断つって意味なんですね。はい、ファスト、ブレイクファストって言いますよね。朝食、ブレイクファスト、それは朝食をやめる、ブレイクするっていう意味で朝食なんですね。なのでファスティングっていうのは、断食してるっていうような意味なんですね。で、断食してるっていうので、私は3日間だったりとか、理想は5日間っていうふうにファスティングのお話をよくするんですけども、食べないって普通に考えたら危険ですよね。はい、危険なんですよ。普通に例えば水だけ断食とかしたらどうなるかっていうとですね、まず肝臓のグリコーゲンっていうものがこう使われるので、それでまずこう消化していくんですけども、それだけじゃ間に合わないので筋肉を分解していくんですね。筋肉を分解していきます。筋肉を分解して、要は脳はですね、糖質をやっぱり欲しがるんですね。脳がこう糖質を消化して、やっぱり脳は働かなくちゃいけませんから、筋肉分解を起こして、それで脳のエネルギーを確保するんですね。そうすると確かに痩せるんですよ。痩せるんですけど筋肉は減るので体重ドンって落ちます。落ちますけど基礎代謝が下がりますよね。基礎代謝が下がるので、その分リバウンドだったりとか、体温の低下だったりとか、それによって免疫の力の低下だったりということが起こりますし、かつ苦しいですよね。苦しいです。なぜかというと常に脳が枯渇しているからですね。はい、なので水だけ断食をすることによって、すごくこう痩せることは痩せるかもしれないんですけども、すごい変な痩せ方をしてリバウンドもするし不健康にもなるっていうような痩せ方なんですね。はい、でじゃあファスティング、私がこうお話ししてるファスティングっていうのは、こういった酵素ドリンクを取るんですよ。酵素ドリンクを取るんです。はい、で酵素ドリンクっていうのは、脳の栄養素をまず確保するんですね。脳の栄養素を確保します。糖質を最低限取る。で動くエネルギーも確保していくんですね。でかつそこで脳のエネルギーを確保しながら、肝臓のグリコーゲンを消費して、その後脂肪を燃やす時にこのドリンクの中に入っているマグネシウムだったりとか、それ以外の、酵素っていうものですよね。酵素だったり補酵素、ビタミン、ミネラルっていうものが入っているので、脂肪燃焼をもっともっとこう動かすというか活性化していくんですね。逆にビタミン、ミネラルとか酵素がないと脂肪燃焼っていうのは起こりにくくなっちゃうなるんですね。なので1日仕事したりとか生活するためのエネルギーだったり、脳のためのエネルギーを確保することによって体も楽ですし、脳は枯渇しないですから全然辛くないですし、その後脂肪燃焼をもっともっと活性化するっていうところで、酵素ドリンクを取ってくださいねっていうふうにお話してるんですね。はい、でそこで、いろんな質問をいただくんですけど、この酵素ドリンクどうですかとか、この酵素サプリはどうですか、この酵素パウダーはどうですかとか、いろいろあります。いろいろありますし、これがいい悪いっていうのは一つ一つ私がですね、チェックするのってやっぱり現実的ではないんですね。なのでもしされるんでしたら、もうこのマナ酵素を使っていただくのがいいと思います。はい、で自分でですね、もう全然分からずにやるっていうのは、この中のものがですね、もし悪いものだったりすることもあるんですね。そしたらせっかくファスティングするのに意味がないですよね。はい、例えば糖質を取るって言っても、悪い糖質、ブドウ糖過糖溶液とか言うんですけども、そういったものを取ることによってですね、実は脳の方のエネルギーっていうのは脳に毒になる糖質だったりするんですね。はい、なのでしっかりですね、こう信用のある、私も
このコストドリンクを使っているのは私が勉強したマイスター学院がこれを推奨しているというところもありますし、かつどういうふうに作られていて、まあ、工場見学だったりとかどういう果物とかどういう野草を使ってるっていうこともすべて分かってるので、まあ、これを私は使いますし、もしされるんだったらやっぱこれ使った方がいいんじゃないですかっていう感じですね。はい。なので、まあ、ファスティングっていうのはなんとなく自己流でやるのはやっぱり危険ですから、しっかりしたものとですね、もし不安であれば、まあ、プロのですねファスティングマイスターに、まあ、サポートしてもらいながらですねやっていただくことをお勧めします。あとはご自身でファスティングマイスターを取っていただくのもいいと思います。はい。そんな感じで今日はファスティングは危険ですよっていうお話させていただいたので、もしされるんでしたらちゃんとやりましょうっていうことですね。はい。中途半端なことをすると逆に体壊してしまいますから、はい、それだけは気をつけてください。はい。っていったところでですね、もしですねご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますのでご質問ください。明日もですねまた5日目を迎えますので、また少しお話できればなという、はい、思っています。5日目の状況だったりですね。はい。またですねまあ、ビデオではお伝えできないですねレシピの紹介だったりとか、そういったものもホームページのブログで行っていますので、ぜひご興味があればホームページですね遊びに来ていただければと思います。はい。また次回以降の動画もお見逃しないようにしていただきたいので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただければと思います。はい。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。